ノクサビー軍はアメリカ合衆国ミシシッピ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は11,545人であり、2000年の12,548人から8.0%減少した。軍庁所在地はメーコン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ノクサビーは直闘族インディアンの言葉で泣きシャバイから取られており、 悪臭を放つことを意味している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は700.05平方マイルで、あり、このうち陸地694.79平方マイル、水域は5.26平方マイルで、水域率は0.75%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。二千六年、アメリカ合衆国手法上が、 地元民主党議長のアイク・ブラウンは白人有権者に対して容赦ない人種差別を先導する防御を行ったとして選挙権法に基づく訴訟を行った。2007年8月27日、連邦裁判所はこのアメリカ合衆国対ブラウン事件に是正命令を出した。同年6月29日、裁判所はアメリカ合衆国に有利な判断を下していた。 裁判所の104ページに及ぶ意見書は選挙権法が人種的偏見のないものであり有権者の人種に関わらず有権者すべてを人種差別から守るものであるとしていた裁判所は被告が白人有権者に対して差別する違法な意図を持っていたと判断したアメリカ合衆国司法省はその訴状で 地元選挙の監修と等の役人が白人を差別したことは選挙憲法第2条に違反しているとしていた。アメリカ合衆国は、ノクサビー軍の選挙監督官、不在者投票管理官、文書記録係、及び軍政府との同意を引き出した。この同意判決は、幅広い人種差別と違法な投票監修を禁止し、それらが続いているという情報を得れば、これらの役人が、 その事実を届け出ることを求めていた。この同意判決は、地区裁判所によって承認され、訴状と同時に記録された。ノクサビー軍は、東ミシシッピコミュニティカレッジシステムの担当範囲に入っている。このシステムでは、メイコン市のノクサビー軍高校にある、メイコン外部教室で授業を行っている。ありがとうございます。